Hey guys! ウィチソイス。今日はここの今日はっていうか今日始めたんだけどさ穴埋めようと思うんですけど何で埋めるのって言ったら頑張れフリーハンダハンダですねハンダ DIY でやってみたい人これ買ってみてでメッシュこれ銅でできてます銅ね銅錆びないよこれで使うのはフラックスとハンダコーテンこれがあれば君も穴埋めできるまずは塗装剥ぎますじゃあ今剥ぎましたいや溶接してもいいんですけど溶接ってしたら鉄板引っ張られるし錆びやすくなるんですよなんで別にまあそのやり方でもいいんですけどあんまり長持ちしないと思うんで僕たちはあのこういうこれぐらいの穴だったらハンドで埋めますで、まずは塗装を剥ぎますこれ120番のペーパーとかでビャーって剥いで、でこの周りベルトサンダーで剥いでますで、ここちょっとハンマーで叩いてんすよ、周りちょっと低いんですよね、この面よりここの穴の周りなんでって言ったら物理的に考えるとこの面の上にこれ貼ったら高くなりますよねああそうですねそうだからここの貼りたいところを低くしてやるんですよで低くした状態のところにこの銅メッシュ貼って鉛を流し込んでいく、うん、そして削った時にあの、まあ、それでもちょっと低い方がいいんですよパテモルからうっていうのを計算してここをどんどん落としてるんですけどで貼ってあの埋まった時もちょっと低いのがベスト大輔くん今仕事中ですよあくびしてあくびしてじゃあ貼っていきますでまずはこれちょっとこっち側縫っちゃったんですけどこれフラックス銅管用ってやつのがいいですでこれをこの周りに塗りますちょっとフラックスについてはあの Google 先生に聞いてください、まあ、これを塗ったところにハンダがシュンってついていくんですけど電装系やってる人はね知ってると思うんだよねハンダとかやったことある人まだ高いかまずはこの周りにハンダを塗っていきますこうやってねハンダはもっといいもの買ってくださいあのハンダごてねあの僕がここに来た時にはもうすでにあのすごいことになってましたして僕うまいわけじゃないんですけどねうまいわけじゃないっていうかねもっと調子いいハンダそうそうそうじゃあもっとみんながみんなこのぶっといやつを使わなくてもねまあでもねあのぶっとい方ワット数高めの方がいいと思いますあの方がこうやってすぐ溶けるからそうすぐ溶けるからこれ何ワットあるんだろうね150ワットって書いてある150ワットあの電工用のやつとか40とか30とかだから150って言ったらすごいねそれはチンチンになりますチンチンだもんっていう感じで周り塗りますよね塗ったら今度ってな感じであのさっき塗った
鉛を溶かしながらこうネットを張っていきます。最初はその最初に塗った鉛に対してこうやって打っていけばやりやすいと思います。であとは地球は重力に引っ張られているので上からやってあげた方がこう溶けたやつが下に流れ込んでいくっていう感じだから下からやっていくとどんどん下に溜まっていくんですよ。順番はじゃあ上から下にそうの方が調子いいと思う。ネットって真四角に切るんですか。いやそれはこう丸に対して丸に切ってもいいけど、はい、ちょっと穴に対して大きくやった方がいいんですよ。で最後削った時にこのいらない部分だけ取れて必要な部分だけ残るっていうイメージ、うん、そうで真ん中は押す、押して低く本当により低く低く持っていく、うん、あとはこう真ん中のこのメッシュの穴をどんどん持って緊張がないね。この穴を埋めていくってことです。熱いよこれ。絶対 GoPro 溶けるよこれ。ここ。見えない。っていう感じで。よし、そして次僕はストレートサウンダーって言うんですよね。これ120番です、はい、持って削っていくんですけど、てな感じ。おでこれ低くなってるところに漏らさってるんで、ここまだ低いんだよ周りね。これうんあとはパテでフラットに、いいっすね。熱いバーベキューできるよ。こんな感じ。これもう金属ですか。金属、ね、まあ、理想はあれだね、パテを盛らずにこれをこれでフラットに出す。無理だ。じゃあこのさっき四角く切ったやつ、いらないところは削れて飛んでって、必要な分だけ残ってるんですよ。うーん、金属で金属の金属で穴を埋めてやるからいいんですよこれ。よくパテで埋めてる人いるけどね。そうダメよパテだけじゃ割れるんだよね。そうでそこから今度錆びてくるからダメよ。ということで次はあの社長がやってみるよっていうので、俺あんまりハンダ得意じゃないんだよな。やめてください、そんな振りは。ダメですよ。このメッシュがもうちょっと細かければいいんだけどな。おお。これ粗いんだよね、メッシュ。メッシュも結構何種類もある。うん、そう。バンパーとかだったら、なんかステンとかなんかいろいろあるんだよね、メッシュで。ちょっとや。今日はさらに途中でも残ってる。よし。
回これで軽く慣らしてからやるわ、俺は。多くなってきたな。